理的には全然いいと思うんですけれども、私は理由って言語化しました。言語化までは。就活のプロの方に実際の就活の悩みを相談させていただくという企画になっております。ということで、じゃあお一人ずつ自己紹介をお願いします。多田さん、お願いします。はい、ワンキャリアの田田と申します。よろしくお願いいたします。私ワンキャリアに新卒一人目で入ってまして、もろもろ経験経てですね、動画事業の責任者などをして、今経営企画部で事業企画などをやってます。うずうずの岡本と申します。ヒロさんチャンネルというチャンネルで面接の対策とかそういった情報を発信しています。ということで、今回相談に来てくださった方は新潟からお越しいただいたということで、桜井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いします。はい、新潟大学農学部農学科3年の桜井香織です。本日はよろしくお願いいたします。今就活の状況ってどんな感じなんですか？現在は幅広くいろんな業種職種を見ておりまして、自分自身のやりたいことであったり将来図はできているものの、なかなか魅力的な企業に出会うことができておらず、そちらに苦戦しています。早速ちょっと相談の方をお願いしてもいいですか？はい、私自身なかなか自分自身が魅力を感じるような企業さんであったり、行きたい業種業界というものを絞れていません。自分の軸に合った会社がどういったところにあるのか、そちらの自分の居場所をどう探したらいいのかというところにとても悩みを持っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでまずざっくり田さんどう思います？そもそも聞きたいところが2点あって、1点目がありたい像みたいなのはあるみたいな話を最初冒頭されてたのかなと思うんですけど、それが何なのかってところ。2つ目はサマーインターンはどういう会社さんに何社行かれたのかってところ、この2つちょっと聞きたいです。はい、1点目の自分の将来像なんですけれども、うんうん、私自身はもともとツアープランナーであったりブライダルプランナーといった、素敵ですね、いいですね。はい、お客様の人生 の、 そのきっかけ作りであったり、何かお客さん求めていることを自分自身がより良い提案をして感謝されるといったところを魅力を感じておりまして、そういったところを入社したいなというふうに考えていまして、はい、後々将来的には私自身実家が農家を営んでいることもあり、将来的には地方で頑張っている農家の方々を助けられるような存在になりたいなというふうに考えております。なるほど。2つ目のサマーインターンとかはどういう会社さんに何社ぐらい行かれたんですか？はいはい、そうですね、メインではメーカーさんでしたり、そういった農業関連のところを大体4社5社ほど行きまして、合計10社11社ほど、はい、参加いたしました。ブライダルは見なかったんですか、サマーインターン？まあ、見たんですけれども、うんうん、サマーインターンの選考で落ちてしまいまして。なるほど、そういうことか。参加ができなかった。なるほど、なるほど、理解しました。名前がそこまで有名ではなくても自分のやりたいことを貫きたいというものがあって、ですがやっぱり周りの目っていうのをどうしても今現在気にしてしまいまして、今まで頑張ってきたことって、え、そんな誰でも入れるようなことでいいのっていうところに、自分自身のやりたいことを貫く自信がないところ。なるほど、なるほど。じゃあ結構もう方向性は自分の中では見えてるんですね。そうですね、見えてる中での踏ん切りがつかないんですか？はい、まあ、そこは多分覚悟の問題に近いのかなとは思っていて、はい、私自身ももう新卒1人目で7人から10人ぐらいの時にこの会社に入って、はい、やっぱり最初覚悟いるんですよ。で、僕は別にやりたいことで決めたわけじゃないんですけど、まあ、やっぱ重要なのはその会社に入るっていうことが、なぜ自分は今思っているのかっていうことをちゃんと言語化されていることが大事で、その上で他の就活生も役立つように多分答えた方がいいかなと思うので、答えると十何社ぐらい見たっていう話だったじゃないですか。その会社がそれぞれ合う合わないっていう理由って言語化しました？言語化までは確かにできてない、うん、なるほど、なるほど、した方がいいと思います。それをまずはサマーインターンの振り返りをして合う合わないっていうことをちゃんと理解するっていうのが大事かなと思いますね。岡本さんいかがですか？仮決めは全然いいと思うんですけれども、私はそこまで絞ることに力を注ぐっていうよりかは、企業研究をすごいするっていうのとか、自分の自己分析を深掘りするとかよりも、仕事の経験を積むっていうところに時間を投資していくといいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、どういうところが理由かっていうと、今って自分に合っている会社がどういう会社かなみたいな感じだと思うんですよ。これって私の理想の白馬の王子様はどこにいるんだろうみたいな。で、それは全然悪いことではないんですけど、
重要なことって、その白馬の王子様が見つかった時に自分に振り向いてくれるような魅力的な存在であることっていうのがすごく重要なこと。結果視野が広がることって全然あると思います。それ素晴らしいことだと思うんですね。やっぱりブライダルがいいなと思った時、ブライダルの仕事ってめっちゃ営業なんですよ。目の前に座ったお客さんをどれだけ確率高くその日のうちに受注取るかみたいなところがブライダルの仕事で重要なポイントだったりするので、そういう時に契約を取り切る営業力がある人なんだっていうふうに思ってもらえると内定出やすくなるところがあるんで、そういった意味でもやっぱり営業としての経験っていうのを今から積んでいくっていうのは、営業がいらない会社ってないので、なんで非常に汎用的が高いスキルになるので、そういう経験積むのはいいんじゃないかなと思います。どうですか今の話聞いて。そうですね、実際に私自身自分軸では結構考えてきた割いてきた時間があるのに対して、アウトプットの時間っていうのはやはり取れていなかったり、あとはそこまでまだ目を向けきれていなかったなっていうところで、はい、新しい発見ではありました。今回のお悩み、大枠企業の選び方っていうところだったと思うんですが、うん、今回のお三方から学んだことをちょっとこのボードにですね、いただいてもいいですか。はい、本日お言葉をいただいて、私自身言語化と実践ということが大切であるなというふうに感じました。理由といたしましては、今まで考えることであったり、それこそ夏サマーインターン、この3ヶ月間の就職活動で、まあ、何かを考えたり見たり聞きに行ったりっていう行動はしていたものの、それを実際言語化するであったり、何か目に見えることにすることはやっていなかったのかなっていう点で振り返りをしようと思いました。でもう一つの実践というところに関しましては、単に行動するだけではなく、身のある行動っていうことにつなげていけたらいいのかなというふうに感じました。本日はありがとうございます。なんかすごいちゃんとしてる感がめちゃくちゃある。いや、そうですね、なんか成功するなと思いまして、生活というか普通に社会人になっても活躍できそうだと思うので、引き続きさせていただけたらなと思います。じゃ最後もう2人から、桜井さんへのアドバイスやメッセージを一言ずついただけたらなと思います。うん、僕はやっぱり本当に大事にしてほしいなと思うのは、言われたことをちゃんと実行をずっとし続けるっていうことがやっぱり重要だなと思っていて、結構フィードバックとかを我々することもやっぱりあるんですけど、なかなかそれを、まあね、腹落ちして実践まで落とし込むっていう人って少ないんですよ。ああなんかいやサボっちゃったとかあるんですが、まあ今日話した話って結構本質的なキャリアを選ぶみたいな話だったので、それをちゃんと自分の中で腹落ちするのであれば、実践してほしいなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。最後の一言のところも合わせてこう相手を見て話をしてくれてるのとか、そのメッセージを伝えようとしてくれてるのとかすごく感じましたし、最初の話していただいているところも、その自分が何を大事にしているのかとかをしっかり向き合って言語化しているっていうところとかは、まだピースは揃ってない部分はあるんですけれども、すごく高い能力を持っていますし、人柄の良さっていうのもすごく伝わってくるので、ビジネスっていうところとかまだ経験してない部分を詰めば、素養は非常に高い方なので絶対成功するんじゃないかなというふうに思いました。桜井さんは、岡本さんのチャンネルの方にも模擬面接の企画で出ているので、よかったら下の概要欄から見てみてください。お二人の SNS も下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローお願いします。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。チューンダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。